ね、こう子供を産んで実際子育てを経験して、その歌い方ですとか、まあ、曲作り自体に何か変化、変わったことってありますか？そうですね、一番はやはり、去年長男を出産した時に、まあ、母になってやっぱり出産する痛みももちろん初めての経験ですし、あとはやっぱり子供を思う、こう親になった気持ちというか、こう子供がいるから何でも乗り越えていけるっていうような、そういうたくましさっていうのが今までになかったので、すごく子供からもパワーをもらっていますかね。はい、そういったところで、そうなんですね。はい、で先ほど1曲目に、ね、歌っていただいた君を乗せても、先ほど言っていたように学生時代の時の、ね、思い出もあるんですが、その母親になってまたその見方自体もちょっと変わったみたいですね。そうなんですよ、君を乗せて実際自分がこう主人公になって地球のこうね上をこう回っているっていう感じだったんですけど、母になってみると今度は自分の子がこう地球をこう巡り巡って回っていて、私は母の思いで子供をこう見守っているっていうような、そういった視線になってきましたね。まさに本当に親になってるからこそ、やっぱりそういった見方も変わってくるんですね。不思議なんですけど、そうなんですよね。そしてこの子育て中に小奈さん自身で曲を制作したということですね。でこの後披露していただくんですけれども、1年がかりで制作したそうですね。そうなんです、やっぱりこの1年間の、まあ、思い出も大変なことも、嬉しかったこともいっぱい詰まってるんですけど、子供が生まれたのを機に、この生命が誕生した喜びはもちろんですけど、あと子供からこう日頃たくさんパワーをもらっていて、で普段からこうありがとうって、生まれてきてくれて本当にありがとうっていう気持ちを、詰めた曲で、普段ね皆さん子育てしてるお母さん方も見てると思うんですけど、そういったね育児で大変で疲れ切ってるお母さんにこの曲を聴いていただいて、せめて心だけでもなんか潤いというか、元気になってもらえればなと思って、そういった思いで歌っています。そうですね、では皆さんそういった思いを込めてぜひ聴いてください。それでは準備お願いします。はい、お願いします。それでは今月行われるモナさんのライブの日程です。26日に穂高神社で行われます。詳しいことについては0263-822-0003 までお問い合わせください。それではお聞きください。奇跡です。私のこの中に宿ったもう一つの命が永遠に光満ち溢れるように、大きくなるたびに膨らむ喜びと希望を、思ってた天使の歌声が街中に響き渡り、やっと出会えた僕の涙が未来の輝きに変わりなす。天使の笑顔映し出す無限の未来、
今日のヒルトクライブのお客様、シンガーソングライターモナさんにお越しいただいています。先ほどは素敵な人、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかモナさんがですね、やっぱりお子さんのお話をするとき、あと奇跡を歌うときの表情がとても柔らかくて、はい、そうですか、母親らしい笑顔だなと思って、もう素敵でした。ありがとうございました。で、今月行われる26日の穂高神社でのライブ、はい、会場になっている穂高神社はモナ、はい、さんにとってもちょっと思い出のある場所なんですね。そうなんです。小さい頃から夏休みや冬休みなんか、よく生坂村の祖父母の、はい、家に泊まりに来てたんですけども、その時に連れてってもらってたんですよね、穂高神社の方に。で、境内には鶏さんが、うん、もうあちこちこう自由に走り回っていて、はい、小さい頃から鶏のいる神社だって、はい、そんな風に印象に残ってるんですけど。そうなんですね。で、今回そのお船祭りが当日ね行われているということ で、 そのお船祭りの中で行われる夜のライブということなんですね。夜のライブですね。まあ、これからね、もうママさんシンガーとして本格的に活動していくわけですけれども、はい、ぜひ決意表明を込めて今後の活動予定を教えていただけますか。はい、今後はですね、お子さんや、うん、やはり親子で楽しんでいただけるような、うん、こう参加型のびっくりするようなライブっていうのをやっていこうと思っていまして、うん、こうダンスの振りをね一緒に踊りながら、はい、楽しんでもらえる曲作りも意欲的に作っていきたいと思っています。いいですね。ぜひ皆さん、本当にモナさんと同じ立場のねお母さんもいらっしゃいますの で、 です、ね、ぜひ皆さん、はい、モナさんライブに参加して元気な笑顔を得てみてください。はい、では最後ありがとうございました。ありがとう